あと最近ちょっと、まあいろいろありましてですね、ブロッコリーをね、いっぱい食えと言われました。おかんにね、おかんに言われちゃった。あんた、毎日毎日、ね、そういうインスタントラーメンとかばっか食ってるからいけないのよって、ブロッコリーとキャベツを食いなさい。ブロッコリーとキャベツ食べてればなんとかなるから、一日一回ブロッコリーとキャベツ食べるのよって言われて。まあ、ブロッコリーはもともと好きではあるので、ただあんた、ブロッコリー食べるのはいいけどあんた、マヨネーズかけたら終わりよって言われて。あ、マヨネーズ。あ、はい。あんた、ブロッコリーのマヨネーズはやっぱ美味しいけれど、マヨネーズあかんで。っていう、ね。ブロッコリーにマヨネーズはかけるやろ。マヨネーズのないブロッコリーって、なんなん？ブロッコリー食べるのはいいけど、そこでマヨネーズをかけてしまったら意味ないからね、あんた。だから、オリーブオイルとか使って、アヒージョみたいな感じにすればいいんですかね、きっと。まあ、そこら辺はちょっとみんなと一緒に考えていきたいなと。突然、みんなと一緒にだから。僕はね、やっぱりこう、みんなと一緒にね、生活を改善していきたいわけですよ。だからこうね、皆さんにもちょっと一緒に頑張っていきたい、僕は。みんなと一緒に。みやびがこう、糖質を制限してるわけだから、花見組もやっぱり制限しなきゃいけないわけよ。一緒ならさ、なんか、やれるじゃん。友達と一緒にダイエットしたらさ、やれるみたいな、そんな感じで、一緒にこう、マヨを使わないブロッコリーレシピ選手権とかやれたら、いいんじゃねえかなって思うわけ。ブロッコリーとキャベツをですね、頑張って皆さんでやっていきましょうか。